どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、未知の重力源に引き裂かれる星団の謎というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。ESA の研究チームは、牡牛座のヒアデス星団から散乱した星が、数千光年離れたところにまで広がっていることを確認しました。この散乱の過程で、太陽の約1000万倍もの質量を持つ未知の塊、ダークマターの重力が影響している可能性が示されました。ダークマター暗黒物質とは？まずは今回のニュースをよりよく理解するために、ダークマターとは何なのか軽くおさらいしていきたいと思います。もうすでに知っているという方は、動画画面左上にある見出しが切り替わるまで早送りするといいと思います。私たちの太陽系も、地球の夜空に輝く肉眼で見える恒星すべても、この天の川銀河という銀河の中に属しています。天の川銀河は2500億個もの恒星が集まった超巨大な恒星の大集団です。こんな恒星の大集団である銀河は、観測可能な宇宙の中に実に2兆個もあると言われています。宇宙を語る上で、銀河という構造は絶対に欠かせない重大な構成要因です。ダークマターはそんな銀河と深く関わりがあります。銀河は実はそもそもなぜ存在できているのかが分かっていません。銀河の星々は銀河核の周囲を公転してるんですけど、その回転速度が明らかに速すぎるということが分かっています。しかも、その回転速度が銀河の外側に向かっても減速していかないという太陽系などの恒星系では説明できない奇妙な特徴を持っていたりします。目に見える物質の質量から重力を計算すると、今の、実際に観測されている銀河の回転速度も、外側に行くほど減速していかないという速度の分布も説明することができません。そして銀河と銀河の、相互作用においても、目に見える物質だけでは説明できない強い重力が働いているように見受けられるそうです。そこで出てきた考え方がダークマターというものです。ダークマターは知覚はできないが質量は持つ物質のことで、人類が存在を知覚できる通常の物質の5から6倍程度の質量を宇宙全体で持っているというふうに考えると、先日の銀河の回転速度や銀河同士の運動の謎などが説明できるそうです。このようにダークマターは銀河の構造や運動の謎をうまく説明する辻褄合わせのために考えられた仮説上の物質なんですけど、科学技術が進歩した今、ダークマターの存在を疑う科学者たちは、逆に少数派でしょう。銀河や星団が引き伸ばされる。銀河はしばしば他の銀河からの重力で変形することがあります。例えば、私たちの銀河系の近くに、ダイマゼラウンという小さな不規則銀河が存在しています。ダイマゼラウンは私たちから、16万光年ほどの距離にあって、天の川銀河の10万分の1の質量を持つ銀河です。約15億年くらいの周期で、銀河系の中心の周りを回っています。ダイマゼラウンと銀河系は強く相互作用を起こしているため、銀河系は、この図では示されてないんですけど、帽子のつばみたいにその端の方が歪められてます。これはそのダイマゼラウンの影響なんですけど、また、かつて大接近した時に、銀河系によってダイマゼラウンからガスが引きずり出されて、銀河系とダイマゼラウンを繋いでいるというふうに考えられています。これを、マゼラニックストリームというふうに呼んでいます。ダイマゼラウンは棒渦巻き状の構造を持ちますが、銀河系の潮汐力により大きく乱れています。潮汐力とは、物体に働く重力の大きさや向きが場所によって異なるために起こる二次的な効果となります。ダイマゼラウンの銀河系に近い側と遠い側では、銀河系から受ける引力の強さが異なるために、銀河全体が引き伸ばされるような力が働いているというふうに考えられています。似たようなことは銀河系の内部にある星団でも起こっているのかもしれません。しかし、星団から散乱した星が
銀河にある他の星々に紛れてしまうため、銀河から引き出された星の動きを調べて解析するのは、銀河を解析するのに比べて非常に難しいんですね。とはいえ、星の位置と速度を一つ一つ正確に調べることができれば、その星が星団由来の星なのか、そうでないのかというのは見分けがつくはずです。ESA の1天文衛星ガイアは、銀河系内の10億個以上の星の距離と速度を正確に観測しているため、このような分析にそのデータを利用することができます。引き裂かれるヒアデス星団。研究チームは星団に作用する重力効果の調査対象として、牡牛座のヒアデス星団を選択しました。ヒアデス星団は地球から153光年の距離にあり、太陽系から最も近い三回星団です。V 字型の星の並びで牡牛座の顔を形作っています。6億年前に形成されたと見られていて、直径およそ60光年の範囲に数百の恒星が集まっています。ヒアデスのような三回星団を構成する星は、同じ母星雲から同時期に生まれた兄弟星でして、誕生した時点では一塊になっていたと推定されています。コンピューターシミュレーションによると、時が経つにつれ、星団内の星同士に働く重力と、外部からの潮汐力によって、星団全体の進行方向とその反対方向に次第に2つの尾が形成されるはずでした。しかし、詳しく調べたところ、星団の前方にある尾に比べると、後方にある尾というのが、星の数が少なかったそうなんですね。理論上はどちらの尾にも同じ数星があるはずです。これは何らかの原因で、後ろの尾の星が失われていたということになります。このことから、星団は単純にゆっくりと引き伸ばされたのではなく、何か劇的な事象が起こっていたということが伺えます。研究チームはさらに詳細なシミュレーションで、大きな質量を持つ塊が尾にぶつかれば、この結果を再現できることを確認しました。その質量は太陽の約1000万倍にも及びます。で、その1000万倍の質量の天体というのはガス雲かもしれないし、他の星団かもしれません。しかし、このヒアデス星団の近傍には、これほどの大質量を持つガス雲や星団は確認されませんでした。星団を破壊するほどの重力源が検出できないとなると、その正体として、人間が観測できないけど、重力を持っているダークマターのサブハローが浮上します。銀河の円盤面を、すっぽりと覆うように、存在している球状の構造をハローというふうに呼びます。そしてサブハローは、それよりももっと小さな規模の球状領域のことで、そういった、ダークマターで構成されたサブハローというものが、銀河の中に点在しているという可能性があると言われています。今後、同様の、今回のヒアデス星団の破壊現象みたいなものを調べていくことによって、天の川銀河内に含まれるダークマターの、分布図みたいなものが作成できる可能性があります。それによって何かダークマター探索の手がかりがつかめるといいですね。ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を日々投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。サブチャンネルの科学ヤバイチャンネルではアニメーションを用いて宇宙に限らず広い科学分野の動画を投稿しています。こちらも合わせてご覧ください。